ずっと最近言ってるんですけど、シンフォ打ちたいんですよ。シンフォ狙いでダメだったら茶までも行こうかなと。はい、それではコモン茶まよし、茶まよろしくお願いします。シンフォ全埋まりだ、諦めよう。いつ打てるんだ。進みます。はい、右を見ます。埋まってます。諦めます。シンフォ開いてるの見たぞ。オッケー、シンフォ開いてんじゃん。よし、これでいきます。よかった、シンフォ取れた。風ぶり。それでは1ヶ月狙い続けてやっと取れました、シンフォ3。いただきましょう。いや、1ヶ月ね、待ちましたよ。逆に台数をホールドさんに助かりました。スペックですけども、199の一種二種混合機で、突入率は込み 63%、 継続率 82%、 全体の 26% で直撃の振り分けがあります。なので当たったら4回に1回はもう直でシンフォギアチャンスに行けると。で、直撃しなくても今まで通り5回転の最終決戦をもらえるので、まあ、シンフォギアチャンスに行けるチャンスというのが全体的に上がりましたと。で、注目演出は、変わらず絶唱ゾーン、絶唱、フルーツガラ製、この辺ですね。まあ、今日の、まあ、目標としてはシンフォギアチャンスのサンジェルマンのモードを、まだお話しせないことをお話しすることがまず第一目標です。さあ、2枚目初当たりポンポン引きたいですよね。大丈夫、当たるよ。行こう、アクシアステージ。当たらんの。3枚目行きます。早いよね。おお、あ、全勝といきますね。もうそろそろいいんじゃないでしょうか。レバブルはなし、絶唱のあれがね、勝者の勝が勝つっていう字だったらね、まあ当たりなんですけどね。さあ翼、金系は1個欲しいですね。さすがにぎじってね。セリフは、あ、デフォルトか。落下これジャックなんですよね。これ今日でもっと降ってきてほしいですよ。さあ、ゲージってくれます。てか当たるのを諦めたくない。押してマルクさん、セーブ入った。これで2個、絶唱ゾーンとセーブ揃ったから、これが絶唱してくれればもう当たりの子です。お願い、絶唱してくれ。5分ないんだよな。絶勝、当たり決めよう。あー、後半か、カットに入んないから。おーし、絶勝きた。このパターンは当たりパターンですね。いきます、よいしょー。総投資27,000円。さあ、これ 25% 取ってたらもう直撃します。欲しいのはデバイス倒り、煽んなくても最終決戦前にフリーズしてくださいそれも OK。 さあ、ここでフリーズしないですね。じゃあ自ら掴み取りますか。今日の目標はサンジェルマンをやるためなんで、ここは何としても突破さなきゃいけない。約8分の1 5回転余裕、響き、絶唱ランプ、どっちもいい。響き、あ、いいよ、翼、あー、クリスナさん頑張って、1個でいい響きになれ。響きにならない。このまま行くのか。いや、レバブルとかね、途中の赤文字っていうパターンで行くことも全然あるから。1人目の翼、どうだ。よし、デフォはしょうがない。この後にムービーで出てくるときにレインボーになったりもするんですよね。ここで急にレインボーだったりするんですよ。押してマイルは重なる翼、おーし、赤文字、翼いったれ。
そうだよな。ちょっとムービー欲しい、次につなげてほしい、頼む。勝機をこぼした、掴み取れ、つないでくれ。ノイズはいらんのよな、このクリスすげえ重要。当たんなくてもいいからムービー出せ。ムービームービー、でもなんならミク来い、頼む。これ絶望的じゃん。結構奇跡を起こしてくれがちですけどね、クリスって。もう金パターンだ、金パターン欲しいの、金。よし、色いよ、色ついてよ。乗るなよ、調子に。投資がかかっただけにすげえショックだ。ありがとうございます。総投資33,500円、入んないっすね。はあ、現金戻るの早いよ。ああ何やってんだ俺。5枚目いきます。お願いだから当たってください。ご機嫌斜めになっちゃった。お手紙、全手紙でればうるさ、もう大丈夫レベルじゃない。予兆、予兆全員集合にはなりましたね。さあこちら、あノイズでも即解放なんで熱いパターンです。で大事なのはまず導入のテロップですね。デフォ赤フルーツ柄あります。であとはあここデフォだので、何個当たり柄が増えるかなんですけど、4つが弱いんだよな。どこかな、まあチャンスアップか。で最後全員出てきてくれたら渡りの子、響きだったらチャンスアップです。響き OK、 1発響きの場合は仕留められます。大丈夫、初当たり3回目で投資43,000円ですよ。入ってくれとりあえず。クリスクリス、響き響き頼む、お願い。あ、昇格、あ翼か、翼が上がってほしいんだよ。信じよう。あでも奇数だ、あ今回そんな数出てないですけど、やっぱね奇数の方がチャンスな気がする。赤文字、白文字か、行ってみよう。クリス一発目、よっしゃ、やっぱ奇数の方が熱いと思うんですよ。やっと入りました、お待たせしました。やっぱ頼りになるのはクリスだな。でやっと30番解放できる、もう全部まくろ。よし行きます。まあ10ラウンド OK でしょ。さあ1,2,3,4,5,6,7 でボタンで、30万解放します。前半3回転がここの強化は変わりません。どっかで当たってて OK、 助かった。あしかも風吹いたから V ストックから、これ10ラウンドオア V ストックです。どっちもだったら嬉しいね。あ V ストックですね。はい、でここから流れは同じです。7回転プラス7ホール4、10回転で8分の8分の1当たれば OK で、半分が10ラウンドよいしょ。でこうやって V ストックを頑張って持ってきたりもします。で199をちゃんと引けたうちの 50% が今回の上位ラスと言われてる70億のデスに入ります。おお、やった10だ。話してるうちにすごい振り分けがあってる気がする。なんか勝ってるよね。投資も結構いってるので、もう最初の3回転でバックバック当たりたいですね。絶勝もしたい。ここのチャンスアップ、色の変化がありますね。ダメ。さあここからテンパイしてリーチがどんな感じかを見せしたい。
ラストまで来ちゃったんですけど。流れ星チャンス。では最終回でやりました流れの説明ですね。ここのボタンで響きがコナイトさんで出ると単体です。あとはボタンの連打でこの銃弾の色を変えていきます。緑じゃなきゃいい。あれやばいか。今のボタンも赤ボタンだったら熱いんですよ。当たってたら気持ちいいな。これいきます。流れ星、マジで流れ星頼む。4連区3335個、はよはよ流れろ。サンジェルマンできたけどですよね。ちょっともう一発でいきます。消化不良すぎる。財布に残っているラストの1枚になっちゃいました。僕こんな入れると思ってませんでした。6枚目、財布に雪地消えたんですけど、野口が2人いたんで、ちょっとこれだけやらせてもらってもいいですか。ラストの1000円、もうこれなくなったら今日僕の財布マジ空です。おい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 、あー終わったよ。6万2000負けです。回収ゼロ。僕で244なんですけど、この2倍いらっしゃると思うので抽選勝負ですね。じゃあお願いします。おはようございます。はっ、あ、悪くはない。ありがとうございます。194番ワンチャンスあります。取りに行こう。ありがとうございます。お願いします。行きます。ありがとうございます。お願いします。どれがいいと思う。よし、もう角にで行こう。新法で行きます。はあ、楽しく絶唱したい。絶叫だけはしたくない。あー、大阪の店舗さんで新法、いや勝負できるなと思ったんですけど、僕の引きがあまりにもひどくて、初当たりはハマるわ、入っても連チャンしないわで3段だったんで、より良い回を目指そうということで、新法再チャレンジ回です。先読みカスタムを今回はつけてみようと思います。どう変化するのかというとですね、平均的に信頼度が大体 55% ぐらいになりますので、本来あんま期待できないものが全て、底上げされるようなイメージで大丈夫です。さあ早い、2枚目いきます。2枚目、おう、命もシンフォギアだ。あー、ぎじらない。さあ、クリス頑張ろう。 OK、導入赤。タイトルも変わっちゃえ。 OK、OK。 おっ、マジで。だけどいい顔してるから許す。フリーズしたけど。安い、安さが爆発しすぎて。え、これレボリューションチャンスだよね。あ、精鋭いくのか。先は見なかったですけどね。もしスーパー行くの。うわー、スーパー行った。出てきやがれ、レボリューションチャンス、スーパー。当たるよ。え、当たるでしょこれ。さあ絶勝、取っておきたい、取っておきだもんね。さあ突然の絶勝でございます。チャンスアップは必須です。まず最初の月が赤いかどうか、これ 2D の絶勝だったらもう当たりの項です。月はデフォルトっぽいな。さあこの次のチャンスアップは、サンジェルマンが浮かび上がるかどうかです。マリアの斜め上ぐらいに出るのかな。遅れてフォワって出てきます。まあトータル4割以上ですからね。横、マリア横、あー30秒いない。ここの文字が金だったらタイトル金です。あとの残りチャンスアップはテロップの赤とロゴ落下。テロップ蹴ったな。1個は欲しいんですよね。
あと百裂拳みたいな感じでめっちゃ投げてるときにロゴが落下するかどうかです。ここないですね。いやスーパーレボリューションチャンス外しちゃいけないんだよ。響き行くぞ、頼むぞ。チャンスアップなのが怖いけど、よし。先読みチャンスをつけてるときに先読みが来なくて当たるのが一番気持ちいい。唐突にヒット。投資が11,500円です。響き、クリスじゃない、響きが欲しいの。響き選手でもいい。あ、上がってくれ翼、響きどれか上がれ。あ、昇格しない。あ、上がらないっすね。いや僕意外とクリスで当たるんで、あのね、テンパイズからはやっぱね、奇数の方が優遇されてると思います。3テンパイは問答無用で熱いです。さあ文字、シューラの時はもう直当たりよりもう次につなぐムービー流れることに期待。もう文字赤入ってくれ。赤、あーでもかムービー、あームービー流れない。 7% はある。何回今まで当たらないと思ってたクリスが当ててくれたか。頼むよ赤。うわーいやでもこれで何回僕は当ててます。いきましょう。乗るなよ調子に。当たりが早くなったのはね、前回よりいいんですけどね。279玉しかないです、当たり前ですけど。あ、高速点滅熱いわ。白の高速点滅30%あります。で赤でギアペンなど上がってほしいですね。これはテンパル OK。 赤じゃん。あ、風吹いた。やった。早いぞ今日は当たり。もう絶勝パネル。クリス、クリス、響き、クリス、あ、響きがいない。上がった。あ、翼か。響きまでは飛ばないか。さあクリスから上がった翼の強さはどうなんだ。昇格したからには当ててくれ。白いぞ。一発目、ここ大事。大きゃが 40%。 クリス連れてってくれ。あ、でもムービーだ。あ、分かんない分かんない。次赤外したら悲しいけど、ここ 50% あります。ここ奇数テンペがいいな。6点か。どうだろう、ここ文字赤だったら全然ありますよね。ムービーありだし。ここ、あれ白なの。ムービーパターンですけど、どうだ。なんでアダム出たんだよ。そしたらいきます。あー、やばい。切ってくれ。せっかく初当たり早かったんですけどね。打ち込んで連チャンしないと、ただ前回で同じなんでね、そこだけは勘弁ですね。頑張ろう。こうやって突然来るんですよ。ここか。あ、オッケーオッケー。アクシアステージ来ます。で、レバブルが欲しい。震えない。前で言うフランメステージがこれです。突響きが欲しいんですよね。まっすぐに一直線に。さあ、飛ばし記事さん、オッケー。全色。あ、3人ちょっと弱いな。さあ、ロゴ落下。サブ液晶な。あ、でも胸ぐらい熱いな。あ、3点出しかも。アクシアの風に行きます。これあの数値じゃなくて漢字変化してるのもチャンスなんですよ。さあ、アクシアの風リーチ 60% あります。 60% あります。で、ここの当落の時に風が来るかどうかですね。さあ、響き、お願い風。あー、来ない。
このぐらいでしょ。ああ外れた。マジかよ。でもこれ復活したら逆に直撃なんですよ。なんで先読みなしで2回当たって初めてきた先読みが外れるの。タンジェルマンをお見せできて僕満足だからお願いします。おお手紙、全手紙じゃないですけどお手紙もらいました。ちょうど3枚目です。頼んだよ、もうドゥランダル出してくれ。おーコード、おゴールド、ゴールド響き、このまま、おこんなすぐ精鋭行くの。よキャラが弱い。絶唱行け、クリス絶唱だ。よし、いやこれ当たったらマジ嬉しいわ。もうお札入れたくない、スイカ投資したくないよ。お願いだから1個でいいからチャンスアップくれ。月、あー赤くない。サンジェルマンいないかな。そこでボタンを押したら上のあのアクシアの風ギミックで色させてくれます。声から次第ですけど、もう金タイトルとかさお願い。サンジェルマン、あーいない、金、いやーでもだ、頑張って、ロゴ落ちろ、ロゴ落ちて、あーロゴ落ちない、あー怖いよ、きつ、あい響き頼んだ、よし耐えたー、カード消えましょ。いやよかった、どうしようかと思ったんですよ、4枚見れたら。3度目の正直いこうか、震えろ、おお納豆、うわ気持ちよかった今、レバブルより嬉しいの来た。いやもう勝機、もう勝利なんすよ、いきます、よっしゃー、お待たせしました、なったってことは10ラウンドです。1,2,3,4,5,6,7 でボタン引くとサンジェルマン解放です。あ行き過ぎた行き過ぎた行き過ぎた、あよかった、危ない危ない、あ行き過ぎた行き過ぎた行き過ぎた、分かった、危ない危ない、最初の3回は高速とか変わりません。どっかで当たっててくれ、どっかで当たれ、もう一丁、やばい怖いんだよな。ステップアップはステップ3で終わらないでテンパイしたら激アツ、1,2でテンパイしてくれたら大当たりの攻撃、リーチの分岐は一箇所最初でボタンを押して響きと合流すれば激アツルートいきます。来なかった場合は、ボタンの長押しルートになって銃弾の色が最後どうなるかで進度が変わります。もちろん赤が激アツです。これで残りのゲーム数赤とかになった瞬間97%が驚異的ですからね。さあ転売してサンデルマン怖いよ。私はこの瞬間のためにステップ2、オーケー、やばいラスト、もう怖いんだってば。サンジェルマンだし、さあ分岐はまずこのボタンで響きが来れば熱いんですよ。でこれだとデフォルトルートになります。でここで中押しで銃弾の色を上げてきます。これを超えてくんないと困るんだよ、死ぬほど怖いっす、ぶち当てろ、いきます、あー怖い、流れ星か250のロング時短を取ってるっていう可能性もなきにしもあらずです。こんだけ頑張って2連はやめて、復活してお願い、勝負するまで
左打ちしましょう。いや悔しい、サンジェルマもちゃんとお店できてないのが悔しい。 W から始まる WD ワンダフォーです。ワンダフルな展開頼む。おお手紙来た。レバブルを知レバブル今日初です。よし確率内に当たりそう。さあここ当該です。デュランダルゼロ、あ、すぐ解放、戦場いい、即解放、熱い。こっち行くのか。でも今回は歴代ほど絶望リーチじゃなくなったんで、まず最初のタイトルと大当たりとかが何個あるか、4個5個が、あ、タイトル赤、チャンスアップで、ここで4と5個じゃなければ、大当たり濃厚ですね。2個で、合計で5個だったらチャンスアップになります。ここですね。で最後響きが出てくれれば、あの一番上で全員来たら渡りの子です。響き、うわ翼か真ん中、クリスト翼は 10% ぐらいですけど、これでも食べられるんですね。レバブルあるんで、よしすぐ入れます。総投資31,500円。じゃあ頑張るぞ。もう一回気持ちよとなんないかな。いきます。なれなら、あっ動いた、一発で動いたぞ、頑張れ。よし一発つぼ、よし動いてくれてありがとう。さあサンジェルマリベンジ、ちゃんと10ラウンドを取るのが大事ですからね。ここフィーバー割れろ割れろ割れない、焼き物来い。うわーフィーバーか、4ラウンドでもいい、いや入るのが大事ですからね。4つで取ってるかもしれないし、はい部長チャンスアップナイス。あ、ゲームスタートの97本、熱っ。あ、普通に図から振ってくれパターンね。 OK 死を灯すことでしか明日を描けなかった。ちゃんとサンジェルマンで当たるとこうなるんですっていうところをちゃんとお見せできました今。いい音鳴るんだよここ。ゲーム数なんかやばいっすよね、熱すぎるんすよ。ありがとう。半分は10なんだぞ。よし OK よかった、もうどんどん当たってスタート。次どこに、はもう一回ダメ。さあここから分かり合いの形どうした。テンパイ大事ですからね、テンパイでの話が始まらないんで、これ3修正分かり合いの形どうした。早いんだよラスト、サンジェルマン大丈夫、さっきも6台だった。一人で果たしてもらう。私も進む。緑以外。サンジェルマン。おっと。サンジェルマン。サンジェルマン。緑でも勝てるでしょう。いきます。強すぎない？いやダメダメ。本当勘弁して。ダメだって。やめてくれ。来い、よーよかったー、マジでよかった、マジ嬉しい、マジしか言ってない、ごめんなさい。語彙力危ないよ。
よしよし、もうなんならこれで残り1個取っとこうよ。あ、ジュランド最後から2個目で当たってました。なんかハハってなった今。飛ぶかと思った。あの流れ星無駄にはしない。いきます。最後外れてましたね。もうここでポンポン行こう。大きい、ありがとう。だとしても、だとしても10がいい。フィーバーを割ればほぼ10なんです。 V ギア、よー、うまい。 10来てるぞ。10ラウンドに偏ったけど、出玉感はやっぱね、たまらないし早いわ。こうなってくると、あの3回転が生きてきますよね。投下効率はいいし、たまちゃんとマックスもらえるし。言葉はデフォルト、最後2、やっぱね、色がつくかどうか大事なんですよ。緑でもいいんで色つけばいいんですよ。開けよ。今日ここ強い。まあ大体緑ですよね。おっ、 OK、 赤まで行った。いいっすね。どっち、あ、まあ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 、あそこの赤がね、あるかないかは運転の差っすよ。緑を避けろ。サンテルマン、サンテルマン、なんで緑なんだ。ここはあのステップ3の赤信じてますから、いける。打ち込め、赤出たろ、マジか。さあ5362、また流れ星に行きたい。流れろ、あ、流れない、あ、終わった。投資が7800本出して5000発ぐらい出たので、まあ約2-5負けぐらいなんですけど、サンデルマン の、まあ、あの流れは分かっていただけたかなと思うので、まあ、今日の自分の目標としては、まあ、良かったかなと思います。まだまだシンフォーとは永遠の戦いになりそうなんですけども、1回離れて、また再戦挑もうと思います。ここまで見ていただきまして本当にありがとうございました。皆さん、明日も良い一日を。さよなら。ラスカ5万発ロード、これで決めちゃうのがカラクリサーカスなんだよね。いや、決めちゃうんだよね。オッケー、バサル中間、うお、いやあ、ああああああある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 、いけお前、ここで一発ったらかっこいいぞ。ブチュー、最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。